次ですワシントンに到着した岸田総理大臣は日米韓3カ国での会談に先立ってバイデン大統領とも個別に会談し新たなミサイルの共同開発について話し合う見通しですバイデン大統領との会談では北朝鮮のミサイル技術の進化に対抗するため 迎撃ミサイルの共同開発など日米同盟のさらなる強化について話し合う見通しですまた韓国のユンソンによる大統領とも個別に会談しますアメリカにとどまらず韓国との関係を強固なものとし抑止力・対処力を向上させたい考えですさらに福島第一原発の処理水に関しても丁寧に説明を重ねることで国際的な理解を高めたい考えです 岸田総理は今回一泊三日という強行日程で訪米していて到着後つかの間の休息ではステーキを食べに出かけました日本時間の今日夜ヘリコプターでアメリカ大統領専用の別荘であるキャンプデイビットへ向かいます さあということでここからは記者解説でございますえー、日本時間今日深夜日米韓首脳会談が行われますなぜ今なのかそして何が話し合われるのか現地で取材をしている今リポートもしていましたけれども政治部沢井記者に解説をしてもらいます沢井さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますあの日米韓首脳会談に合わせて北朝鮮がミサイル発射かなんていうふうにも言われてましたけれどもそちらで警戒する様子などはありますか そうですねその韓国国情院の情報というのはチェックしているでしょうしもちろん情報共有しているので日本政府としても警戒強めています、うんでまあ、これまでも日米韓の,あの今回のような首脳レベルじゃなくてもですねあの外務省の,あの事務方のトップであったりこう3加国で会談をするとその前後に必ずと言っていいほどミサイルが発射されていますよね。うん、ということもあるのであの警戒してますしさらに今回もあの米韓の軍事演習がまあ来週行われるということで、はい、ま条件としてはかなり揃っていると思います。 ただです、ね、私が取材した政府関係者は、うん、あの日本にも影響をもたらしたの台風6号のろのろ台風ですねあの朝鮮半島でもかなりあの被害を生んでいてです、ね、あの北朝鮮の国内も結構ひどい状況にあるということでミサイル発射できるのかなといいううふうには言ってま今回、会談が行われるキャンプデービッドという場所ですけれどもこれ、どんな場所なのかご説明いただけると。うん そうですね、これ、アメリカ大統領専用の別荘、まあ、保養地でして、うん、あの岸田総理、このあのヘリコプターを使って、ですね、ワシントンから15分ぐらいですかね、かけていきます、われわれ取材陣も後で行くんですけれども、車で1時間、2時間ぐらいかかるところですね、ワシントンから。<あ>はい うんうん、でまあ国立公園の一部ですね、今ちょっと映像出てますけれども。でまあ日本でいうとまあ軽井沢のようなところでして。うんうん、まあ歴代の大統領がの外国の賓客を招いたりと。まあこれまでいくつもの歴史的な会談が行われてきました。うんうん、で、あの一つ例、二つぐらい例あげますとですね。あの千九百五十九年ですね、だいぶ昔ですけど、うんうん、アイゼンハワー当時の大統領がですね。あのソ連のフルーシロップ、あの書記長。を 招待してですね、あの米ソー雪解けの重要な一歩となった会談も行われました。うんうん、で、あと1978年ですね、カータ大統領がエジプトとイスラエルの首脳を招いて、えっ、ー、とですね、この当時かなり問題になっていた中東の和平協定、あのキャンプ・デイビット合意というのを実現したということで、うん、この時かなりあのキャンプ・デイビットということがこう歴史的な場所として名を刻んでますね。結構じゃあ特別な場所なんですね。はい、なので、あのバイデン、うん。 そうなんですよ。なので、もちろんバイデン政権としてもそのことを意識してますしあの招待された日韓の首脳もですね、この歴史的なということにこだわった打ち出しというのを考えていてあの今回、終わった後に共同声明であったりは発表するんですけれどもそれとは別にですね、あのキャンプ・デービッド原則というこのキャンプ・デイビッドという名前を付けたあの3加国の新たなこれからの方針大きな方向性というのを打ち出す方針です。なるほど。 じゃあ、まあま、えー、日本の総理もこれまではそんなに訪れてない、訪れていらっしゃる方もいる。 そうなんです。あの岸田総理で実は六人目になります。ただかなりあの直近は空いていてですね。うん、およそ十年ぐらい空いていてですね。直近だと二千十二年にですね、えー。野田総理ですね。あの民主党政権時代の野田総理が、うん、えっと G8 サミット当時 G8 でしたけどそのサミットで、えー、オバマ大統領を オバマ大統領に招かれてあの、うん、訪問してます。でその前が2007年の第一次政権の安倍総理ですね。でその前が2001年の小泉総理。一番古いのですとねあの2000あ1986年の中曽根総理ですね。からです。うん それぐらい番、うん、あの映像として印象に残っているのはあの小泉純一郎元総理がです、ねま、たした親しかったブッシュ大統領と初訪米の時にこにキャッチボールをしたりということがありましてカジュアルなあの姿でキャッチボール、これですねこれ今、映像出てます。けれども 小泉元総理が。元ですね。これなんかちょっとその前の2007年の安倍さんの様子なんか見ても、服装が結構カジュアルな感じに見えるんですけど、なんかこうなんていうんですかク、クールビズっていうか、保養地だけにドレスコードは緩かったりするんですか。そうですね、そうです。やはり別荘なので、あのドレスコードというのがどうなんだろうというのが。うん ね、こう気になりますよね。で、こう面白いエピソードがあってですね。あのー。岸田総理もこう勉強会を開いたときにですね。あの、どういう服装なんだと。で、事務方、こう、事務方も含めて、みんなラフスタイルなんですよというふうに説明したというんですよね。うん、で、その時に、あの、ラフと言われても、具体的に言ってもらわないと、ちょっとわからない。<laughs> 色もどういうのがいいんだろうみたいな、こうやりとりもあって。で、あのー、総理は今、公邸に、総理皇邸に住んでいるので。うん、あの、大きな、こうクローゼットに、こういろいろ洋服を入れているわけではなくて、普段総理。 スーツをお召しになることが多いので、まあ、スーツとあとゴルフウェアぐらいしかないそうなんですよね。うんうん、なのでこうラフスタイルの,その服装がないということであの先週夏休みに入った12日ですねあの慌ててあの三越の,あの日本橋三越本店に裕子夫人と足を運んでですね、うん、まあ見立ててもらうような形であのカジュアルウェアを買いました。な<ー>なんですけどどその後になってううやらこう ネクタイがないスーツスタイル、脳体スーツだというような話も出てきていて、<laughs> なんか昨日聞いても、やっぱり服装がちょっとどうなるのかというのはわからない、まあ、ただネクタイは締めない、そのカジュアルなというのはカジュアルらしいんですけど、その上下の色が別なのかとか、ちょそのあたり、ちょっとあの調査、どこまでカジュアルかというのは、ちょっとわからない、これでも、あれなんですよね、先ほどあの、ワシントンのステーキハウスに行ったなんていう話もありましたけれども。 あの割と結構厳しいスケジュールで行ってるんですよね、うん。そうなんです。一泊三日ですね。なので,であの夜ご飯食べれたのは昨日のそのステーキだけなんです。うんうん、で今日もこの後と、えー、まあこちらの時間ですとえっ、ー、と、まあ、まあ今朝なんですけどまあそちらの時間の夜に移動してえっ、ー、とまあ日本時間で言うと、えー、そうですね明日の 夜？いやあ明日のだから夜にそちらに着く感じですね。なるほど。これちょっとごめんなさい。あのすごい脱線する話ではあるんですけど、その今ちょっとねよ世論の流れ的に一応聞いておきたいなと思。このステーキハウスっていうのは。 あのど,どんな感じのステーキハウスだったのかっていうのと、まあ、もちろん、ちょっとさすがにめちゃくちゃ安価なステーキハウスに行っててほしくないっていう思いもあってあ,のある程度のところにはもちろん、ね、あの総理大臣なので首相なのでそこういうところにはある程度行っててほしいっていうのはあるんだけど、まあ、ちょいろいろな、ね、話のこう今流れもあるんであのどんな感じのところなのかっていうの教えてもらってもいいですか。うん そうですねこれ、ボビーバンズというあのステーキハウスなんですけれども、あのまあもちろんセキュリティの問題とかもありますので、うん、まあそれなりにいいお店だということです、うん、ただ、めちゃくちゃ高いというわけでは、多分ないと思います、はい、でやはりその自民党の松川るい議員の話とかもありましたので、ええ、あの外遊中の行動というのはすごく気をつけていて、勉強も含めた会合だというふうなるほど、ね。 さて、じゃああの日米、えー、韓首脳会談がです、ね、キャンプ・デービッドで行われることというのは,これはどう受け止めてらっしゃるのかというところを教えてください。うんそう そうですねあのバイデン大統領があの外国の賓客を呼ぶのは実は今回が初めてなんですね政権発足してだいぶ経ってるんですけれどもこの今回、日韓の首脳を呼んだのが初めてなんです。でまあ、ある外務省幹部は、まあ、今の,あのバイデン政権の,あのインド太平洋シフトから考えると、まあ、自然なことだとは言っているんですけれどもあのやっぱりこうキャンプデービッドに招かれるということには特別な意味があるというふうに話していて、まあ、これまで先ほども言ったようにあの重要な外交というのが 行われてきた場所ですし、まあ、大統領自身がかなり親密に感じていないとこういった場所をあの使うということは考えにくいといいう,うに言っていましたでそもそも何のために集まったのかという部分ですね。 そうですね。まあそのこのキャンプデイビット選んだということからもわかるようにかなりこうアメリカ主導で進められた会合だと思います。えっ、ー、と直近 G7 広島サミット6月ですね。あの行われた際にも日米韓参加国の首脳は集まってるんですけれども、やはりあ今回その初めて日米韓の首脳がこの会合のために集まってるんですよね。でこれまではいわゆるこう G7 G7 はあの韓国メンバーではないですけどこの間あの招待国として来ていましたあと G20 とかだと参加国が集まるのでそういったこう国際会議に合わせたこうフリンジって言うんですけど合わせた会合として行われてきてこれまで13回ぐらい行われてるんで今回で13回目なんですけどまあ今回初めてこれ単独開催なんですよね。G7 の G の広島サミットの話に戻すとやはりあの 国際会議にくっつけてやるので、あの時間がどうしてもずれてしまってなかなか時間が取れないんですよで、広島サミットにおいてはこの写真を撮った。 プラス2分しか会談してないんですよねでやっぱりしっかり話した方がいいだろうということで、まあ、アメリカ側からあのアメリカに招待しますよとこの広島サミットの時にあに言われていましたねで。それが本当に実現したんですけれどもあの今、アメリカ大統領選挙がまあ来年控える中で、まあ、かなりキャンペーンもあの忙しくなっているので本当に実現するのかなというふうに日本政府関係者はまあ半信半疑だったんですけれどもあ今回行われることになったということでやはりアメリカとしてはです、ね、ここしかないということ こととだったと思うんですよね今、この日米韓3か国の首脳があの、まあ、少しずつの違いはあるんですけれどもあのインド太平洋戦略ということで、まあ、同じ方向を向いていますよね。うんうん、でなのでこう今のこう一番いい、まあ、ピークの状態でここでもピン止めというかこ,うこれを定例化させておきたいという思惑が特ににアメリカはある程度ここしかないという。 その、まあ、えっ、ー、と、大統領選挙も含めたですね。えっ、ー、と、バイデンさんとしては、あの、今だっていう感じがあったってことですよね。そうですね。で、まあ、やはり、こう。うん、今までアキレス腱とも言われてた日韓の関係性ですよね。あの、徴用工をめぐる問題であったり、うん、まあ、慰安婦問題であったり。 これまでこう歴史問題でかなりこう日韓がギスギスしていたので、まあ、そこを何とか日韓でこう仲良くしてくれないかと、うん、このインド太平洋地域をあのきちんと日韓でこう協力して見ていってほしいというのがもうアメリカとしての思惑でして韓国はこう5年ごとの大統領選挙があると政権交代が起きて考え方が変わるということがまあ続いていたので、まあ、今、いい状況の中でこれを固めておきたいということのようですね。うんこれ あの澤井さん、えっとまあ、もちろんこのインド太平洋っていうのを考えた時に、えっときに脅威になってくるのは、まあ、中国、北朝鮮っていうところだと思うんですけれども話のメインとしてはこの3カ国が会談するってなった場合には何がメインになるんですか まさにおっしゃる通りで、あ、もともとこの枠組みというのは、うん、あの、これ、この、この問題を担当しているのが、まあ、そもそも北東アジア二課というところで、うん、あの、北朝鮮の担当の部署がやっている会議なんですよね。で,で、もともと始まった経緯としても、北朝鮮のミサイルとか、あの、核の問題を話し合うというところから、あの、例えば、こう。 韓国が左派政権の時でも集まれていたんですよね。うん、なんですけど、これからそうまさにインド太平洋というと中国ですよね、一番こう中国だったり、今回その、ロシアに関しても話し合うんですけれども、うん、あのウクライナ侵攻続けるロシアであったり、こう現状変更を行っているあの法の支配の重要性というところですねでは一致しているのでその、北朝鮮問題だけではなくこう、より視野を広げていきたいということですね。うんまあ、そう考えるとやっぱりその とえー、と地理的な問題でアメリカからするとロシア、北朝鮮、中国というのも離れているわけですからやっぱりこう日韓に対するその重要度というのはアメリカにとってはすごく高まっているということですよね。特にこう今までこうアメリカ世界の警察と言われていましたけれども、うん、だいぶその方針を変えていっているのでその地域ごとにこう 面で抑えていいくというか例えばクワッドというのもありますけれども、うん、インド太平洋だとこうクワッドあのインドだったりオーストラリアも含めたに日本とでこう抑える、うん、でさらにこう韓国と日本と3か国でも抑えるということでアメリカだけが主導するんじゃなくてこうそれぞれに役割をちゃんと果たしてほしいということだと思いますそれやっぱあれですよね軍事的な意味合いが強いということですよね。 そうですねやはりこう軍事費の話もやっぱりこう今後の選挙の中でもあると思うんですけれども、まあ、日本はあの、ちょっと問題になりましたけれども、あのバイデン大統領が、ね、岸田総理にこう軍事費を増強させたというようなことを、軍事費とか防衛費を増強させたというような発言があって、それを撤回するというのはありましたけれども、やはり根底にあるのは、日本にもちゃんとあの防衛能力を高めてほしいし、それなりの役割を果たしてほしいということだと思いますね。 だからこの、まあえー、とインド太平洋をあのしっかりとアメリカ主導で守っていくために日韓の力が必要でそれはあのアメリカに守られているだけじゃなくてあなたたちも一緒にちゃんと守ってくださいねっていう、まあ、ある種、釘刺しみたいなものでもあるってことですかうんまさにそうじゃないかなと思います、うん、で今後、日米同盟と、まあ、米韓同盟これってのが融合していくような話の流れになっていくんでしょうか。 そうですねこうやって3か国で集まって安全保障の話をするというとこうそういうふうに思われがちなんですけれどもそこは全然違うんだというふうに関係者は話していますあ,のあくまでこう三角同盟になるのではなくて米韓同盟とあの日米同盟2つの縁をおより大きくしていってこうつなげていくというような形を想定しているようですね。であの例えば拡大抑抑止止ですねアメ,アメリカのの核による抑止っていうのも 今こう日米韓であの年に2回ぐらい協議を行っているんですけう韓国も行っていると思うます。それを一緒にやるということもないというふうに言っていたのであくまで同盟は別々なんですけれどもそれをこうあのよりつなげていこうというようよな感じです円滑に回せるように日韓関係の,その日本と韓国の間をアメリカが取り持っているというまあ,ある種、パフォーマンスに近い部分もあるということですね。 そうですすねそそううだと思いますしたい勢力というのがあるんだというふうには,やはり言ってましたよね、外務省関係者まで、あのまあ、今、ほとんど具体的な話は聞いたんですけど、具体的なそのご合意事項とか、うん、そういうものでいうと、どんなことになってくるんでしょうか。 そうですねこのあと共同会見であの発表されますけれども、うん、あの先ほど申し上げたあのキャンプ・デービッド原則というのがまず出てくるのとあとあの会談の後にまとめる共同声明ですねこの2つが主にまとめられる成果文書なんですけれども、うん、あのその中にまとま、ま、あの盛り込まれる見通しなのが三、ね、首脳をはじめあの防衛大臣国家安全保障局長などさまざ、あ、まなハイレベルで参か国会談の定例化をしましょうということです。で今もその国際会議ごとに やってきているのであの大きくは変わらないんですけれどもあの先ほど申し上げたようにこう今後韓国は念頭にですね政権交代が起きたとしてもあの交代させないようにピン留めしておきたいというようなことがありますねうん、うん、でさらにこう二つ目ですねあの、えー、首脳間のホットラインの設置です。 で、これは、こう、危機においては、三か国で協議をしましょうということで。あの、この三か国の連携というの、を義務化するという議論も一部であったんですけど、まあ、そうではなくて、あくまで、こう、議論して、連携していきましょうというような感じで。あの、そのためにも、こう、盗聴されにくい、保費回線だったり。あの、三か国で、いつでも話せるようにしましょうということですね。で、もう一つですね、あの、北朝鮮を念頭に。あの、弾道ミサイルの、あの、探知情報のリアルタイム共有ですね。で、これは、あの、例えば、韓国軍が探知。 したミサイルの情報をあの即時にリアルタイムで日本も共有できるという,ようなことでこの3カ国のシステムミサイル情報システムをあの連結しましょうということでこれを年内に行う方針というのを再確認する見通しですでやはりこう地球が丸い関係もあってあの日本というのは北朝鮮のミサイル探知がちょっと遅れてしまうところもありますよ、ね、でやはりこの韓国というのは近いだけにこう土地の利があるのでそこの情報を早めにもらえるようにしたいということがあると思います。うん で最後、ですねこの中国、ロシアを念頭にこうサプライチェーンであったりあのサイバー安全保障さらには AI などでもこう連携していくことというのを確認したい考えでこれは新しい動きだと思います。 これ北朝鮮と韓国っていうところではすごく話は分かりますし、えー、ロシアに対してはやっぱりこ国際社会を、まあ、あのこう前提として、まあ、それは多分恐らく NATO も含めてって感じになってくると思いますけど、えー、と今、ロシアに対しての風向きっていうのはそういう風向,き風向きになっているわけでそのロシアに対しての対応っていうのを日韓も一緒にアメリカと考えるこれ分かるんですけど、えー、と中国っていうものに関して言うと、まあ 日中の間での問題っていうのはこうずっとくすぶっているようなところもあったりとかする、でまあ、もちろんアメリカが中国をすごくこう警戒しているっていうのも分かる、だから、えー、と日米対中国っていうものの構図っていうのは分かるんですけど、そこに韓国っていうのはどれぐらい入ってこられるんですか、うん、そ,うそこがまさにポイントで、あのうん、最後までこの中国をめぐるかきぶりというのが、情勢が続いているというふうに聞いています。そうですねあのやはりこう 北朝鮮の枠組みで3か国,国で集まってきたんですけれどもこうユン政権というのがこう中国に対しても割と厳しいことを言う政権なので、まあ、今がチャンスだということでなるべくその連携をあの打ち出したいということなんですけど、まあ、最終的に言うとやはり中国という名指しした文言というのは今回も入らなそうです。たただですね、まあ、もちろん中国を念頭にしたこう 東シナ海だったり南シナ海での現状変更は許さないであったりそういうことは入れますし、うん、であのそうですね方法による秩序あの力による現状変更は許されないというようなことではあの一致できる見通しです。うんうんうん、なるほど えっと、やはりユン政権といえどもやはりこう中国との関係は切れないということがあるみたいですねまあそうですよね。なんていうか、まあ、あのコ,コロナも明けてきてですね、うん、また中国から、ね、日本にこうお客さんがたくさん来てこうインバウンドでという,ような話もありますし多分こう、なんていうかそのもちろん国と国というのを考えたときに。 はあのなかなかその先ほど私も言いましたけどくすぶっている部分もある一方でそつながりをもうこれはあの切っても切れないようなつながりというのは日本とはあるわけでだからその辺りのこうどう中国に対して囲んでいくという言い方があっているのか分からないですけど包囲していくのかというのはアメリカもあのおそらくこっちは結構頭を悩ませるところであると思いますけどね。 そうです、ねまあ、でもアメリカもこう中国本位網と言いながらも経済的には中国でうまくやっている面もありますよね,すねなので日本としてもこうあのいけない部分はこうちゃんと制しながらもあの経済的な結びつきであったりはやっぱり重要なのであの、まあ、きちんと話し合っていける関係性を作りたいというふうには考えていますのであの今度、国際会議の場面であの、ね、日中の,あの首脳会談を行われる見通しもありますし、まあ、そういったところで話していくんだと思います。 まあ、あのコメント欄でもですね。あの、バイデンは選挙対策なんじゃないかという,ような話もあったり。あまあ,あのやっぱりこう。 それだけ今、この話をですねしっかりと3カ国でまとめ上げるっていうのはものすごくあのとても1泊3日ではできなさそうなあのいろいろ話さなければいけない、えー、論点があると思うんですね、これだけまあグローバリズムが広がってあの世界がつながっている状態の中で今の中国の話一1つとってもあのなかなか一筋縄ではいか,いかないっていうところがあるわけですからでも、その中でもやっぱこのタイミングでやったっていうのはあの 世界に対して、この人たちはちゃんとあの一緒に頑張るんだぞっていうの、頑張るんだぞっていう言い方があってるのかわからないですけどあの、その姿勢を見せるという意味で大事だと、アメリカが踏んだっていうタイミングだったってことですよね。 一番アメリカがそう思っているんだと思います、このやっぱり日米韓の枠組みというのはこう連携しているんだぞとこう見せることがすごく大事、あのフォトセッションと言われていたぐらいでしてこういかにこう参加国でこう連携しているのかを見せるということが大事でそういう意味ではこうキャンプ・デービッドという場所はもう歴史的なあの会談が行われてきた場所ですしあのすごくあま意味のあることなんだと思いますでバイデン大統領としてはもう選挙を控える中でさあアピールの1つとしたいんじゃないかなとは思いますね。 最後に一つコメント欄に来てるんですけどちょっとこれ答えられない部分もあるかもしれないアメリカも韓国には半信半疑だろうだからここで強く釘刺ししてるんじゃないかっていうコメントも来てるんですけどこの辺の考え方というのはどうですかうどうなんですかねでも半信半疑というかやはりユン大統領自身は信用してるんだと思いますうん、うん、ただやはりその韓国のシステムとしてこうやはりこう大統領選挙がまたありますのでその時にどうなるかという保証は ない中で、今一番いい状況で固定し固定化したいっていうのはあると思います。なるほど。ここまで沢井しでした。ありがとうございました。ありがとうございます。<music> 最後までご覧いただきありがとうございます。アベマニュースキャスターの辻愛夢です。これを機にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。